こんにちは。 XRP について私が思っていることを正直にお答えします。今 SEC の訴訟が始まってますね。で、これは多分2年とか3年とか訴訟時代がかかると思うんですけども、結論としてはまあ元通りになると思うんですよ。 XRP ね、 XRP が今の地位を失うとしたら他のアルトコイン全部がねパーになっちゃいます。まあですので、そういう意味も込めていろんな意味でですね、 XRP ってのはずっとおとなしい値動きをすると思いますけども、この問題が明けた時に大ブレイクするっていうふうに私は考えてます。ですんでね、決済する瞬間っていうのはあと1年ないし2年は出てこないと思います。きっとですね、10円を切るような時にもあるんじゃないかなと思うんですよ。ただ XRP って一定の保有をしている XRP 財団、リップル財団というのがありますから、値段がゼロになっちゃうことはないと思うんですよね。まあですんで、いわゆるね余剰資金でされている方は決済の必要なく2年3年と待てばいいんではないかなっていうふうに心の中で思ってますね。とても言えませんけども。で、どうしても今すぐお金がいる方は今日売った方がいいです。もうしばらく値段は上がらないと考えますんで、というのがね私の考えです。もちろん違う考えもあると思いますし、私の考えに影響を受ける方、私が考えているから逆張りをする方、様々だと思います。全て自分で判断していただければと思いますけども、正直にどう思うんですかってことを答えるとしたら、もう一回言いますけども、リップルはしばらく目がないかなと。ボラティリティも落ちる一方で、少なくとも値を上げることはないでしょうね。だから40円オーバーとかはないと思います。瞬間的に30円オーバーとかあると思いますけどね。ただ基本的には20円前後うろうろして、時には10円を割ったりとかする、そういう感じじゃないかなと思うんですよね。はい、ということで私は XRP を、売却せずに、10年20年付き合って持っておこうかと思います。で、その分ですね、ビットコインがとてつもなく儲けさせてくれたのと、あとはね、イーサリウムちょっとですけども買ってたのが思わぬ利益を生んでますね今ね。だから主要銘柄に、エントリーしておいてよかったなと。草コインはペンペン草も生えなくなるっていうのは本当にその通りだなと思いました。草コインの中にはきっとノアコインとかスピンドルみたいなのもあったと思いますしね。それから ADA っていうのはこれは別格です。 ADA っていうのは、ビットコインの次ぐらいに、なるんじゃないですかね。毎日のようにビットコインや ADA っていうのは活動してますからね。そして値段を堅調に上げてきますから、で、値下がるポイントがないんですよ、ADA に関しては。だから ADA とか、他にもね、セントラなんとかっていうのあるでしょ、ああいうのはいいと思いますよ。持ってた方、プレセールで買われた方に限ってはラッキーでした。で、ADA に関してはプレセールじゃなくてもラッキーだと思います。私が思ってるのはこんなところですかね。はい、あとね、予測できないことも起きます。というのが、これからアメリカの財政出動が徐々に決定ではなくって実行されます。93兆円が市場にあふれてくるときに、他の国がどんな金融緩和政策を取るのかによって、また暗号通貨に流れる資金というのも変わってきますんでね。だからそこは今不確定要素として、今ずっとお話してきた私のね、暗号通貨の未知の部分、変動する未知の領域ということで、言った通りにならなかったとしたら財政出動の変化に影響されるところが多いのかなと思ってますんで、結局はね、各国の財政出動の状況を注意して見守っていかなくてはならないかなと思っているところです。以上が私のね、今日の時点での見解です。明日になったら変わるかもしれません。じゃあこれからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。